はい、皆さん、こんにちは、マグです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。ですね、髪切ってきましたさっぱりしましたね。もう去年のいつぐらいだろう、9月ぐらいからね、全然切ってなかったんですよ。でも伸び放題ってもう気持ち悪かったんで、いい加減、ね、もっさもさで嫌だなと思ったんで切ってきました。でもすっきりさっぱりですね、本当に。というわけでですね、これからもまた動画撮影、そして桜革命の方かなんかもバシバシやっていきたいなと思いますまあちょっと爽やかにしておこうかなと思ってる割にはちょっとなんかまだ髭剃ってなかったりとかして、ちょっと申し訳ないんですけどもというわけで、ですね、本日はですね、ちょっとやってみたかったことがありまして、その内容をですねお知らせしますと、ですね、桜革命におきまして、その自分とですね、ですね、フレンド登録をしてくださってる方、本当にどうもありがとうございます。今、何人ぐらいだろう、 10人とか15人ぐらいいらっしゃるのかな、確か。で、それかなんで、ね、そちらのですね、皆さんの、育てられているキャラクターをですね、私の方 もですね、もう、友軍としてもう、ガンガン活用させていただいてるんですよ。つよりかは、友軍がいないと多分ね、ストーリー進めらんないですね。きっと、私ちょっとね、ですね、スタートがちょっと遅かったんで、まともに始めたのはまあ1月、そう、年明けてからなんですよ。なのでね、やっぱりね、ちょっと一歩出遅れてるといったところで、やっぱりあれですね、で皆さんもほら、ね、レベル80、90、当たり前じゃないですか。で、そのな、ね、それぐらいのやっぱ実力がないとね、やっぱきついわけですよね、やっぱり。ストーリーモードのほら、ね、フリークエストの上級とかいっちゃうと、やっぱかなり強いんで、やっぱり、ね、だからそのね、遊軍をですね、使わせていただいてるんですね。といったようなわけで、で、本日はですね、その、私とですね、フレンド登録をしてくださっている皆さんの、そう、キャラクターをですね、ちょっとご紹介させていただきたいなと思うんですよ。ですね、今回の、まあちょっと決め事としましては、ですね、一応まあ今回、ですね、ご紹介させていただく皆さんの、ですね、その ID ですね、ID の方かなんかを、まあ一応、表示していこうかなと思うんですけども、要するに今回ですね、その表示させていただく、ID を表示させていただく皆さんというのは、要するに Twitter 上で、そのほら、自分の ID はこれですって言って、で、よろしければそのフレンド登録お願いいたしますといったようなことかなんかを、まあ、Twitter 上でその公開されている方のみにさせていただきたいなというふうに思うんですね。要するにほら、自分に対して、その、要するに DM かなんかで、ですね、私の ID、まあ、これなので、マグさんよかったらフレンド登録してくださいといったような、そういったような、DM をいただいたりとかしてるんですけども、そういった人たちの、です、ID の方は公開しないでおこうかなというふうに思うんですよ。と申しますのは、です、以前の動画で、ですね、雪野さくらさんという方から、アドバイスというか、まあ、ご提案というか、ご忠告というか、そういったお話をいただきました。ですね、どういった話かと言いますと、要するにですね、そのネット上で自分の ID かなんかをですね、公開するのは、やっぱ危険な側面がありますよと言ったような話なんですよ。なんかね、要するに今回ほら、桜革命のそのゲームの開発元である、要するにそのディライトワークスのです、FGO だったかなんだかちょっと覚えてないんですけどね、なんかそこでなんかね、やっぱ同じような、その、フレンド募集かなんか、ということで ID を公開するといったような話なんかね、それが原因でなんかね、すげえなんか騒動になったような、そんなような話かなんかをですね、まず雪野さくらさんからです、そういった情報をいただいたんですよ。そんなわけで、要するにですね、皆さんをですね、要するにですね、そういったまあトラブルに巻き込んでしまうのは申し訳ないといったところで、まあですね、ご自分の意思で、要するに自分の ID これですよって言って、まあ、公開してる人の文化なんかはまあ公開してもいいのかなというふうに私も思ってるんですけど、要するに DM かなんかでほら私に対して送ってきてくれた人の、ID かなんかを、この方の ID これですので、皆さんもよろしければフレンド登録お願いしますなんていった感じで、ちょっとね、それやっちゃうのはちょっと無責任なような気がしてますんでね、やっぱり。それがきっかけになって何かほらと、何がしかその、ね、ほらトラブルに巻き込まれてしまっただとか言ったら本当申し訳ないし、ね、責任なんか取れないので私とってもじゃないですけど、まあ、そんなわけで、ですね、まあ、一番多いのはですね、まあ、要するにだからツイッターかな、やっぱ、ツイッター上でだから、で要するにほら、司令官情報といって、要するにほらその司令官 の立ち姿だとか、あとレベルだとか、あと ID ですよね、そっちの方かなんかを、
要するにスクショかなんか撮って、それで公開してますと。うん、それでなんかツイッター上になんか貼り付けていろいろフレンド募集してるといったような方かなんかを中心にお送りしたいなというふうに思うんですよ。うん、やっぱりね、生野さくらさんからもう1ヶ月ぐらい前からいただいてまして、その話。うん、で私もだからそれもうずっと考えてたんですよ、やっぱり。うん、やっぱりそう、公開するにしてもやっぱりすでになんかご自分ご自身で公開されてる人やっぱ限定した方がいいなと思ってですね、やっぱり。うん、でですね、DM で何つうか、要するにマークさんこちらですと言って、それでですね送ってきてくださった方もやっぱ結構いらっしゃるんですよ。いらっしゃるんですけども、そういった人たちを中心にしてやってしまうと、ね、その人たちはもしかしたらほら、ね、自分の ID を要するにツイッター上で公開することを望んでいないかもしれないじゃないですか。うん、でもってあくまでほら、私と要するにそれフレンド登録、友軍登録、フレンド登録したいということで、その、ね、私に対してその DM で送ってきてくださったのに、その私がなんか勝手になんかこの人の、ID こちらです、皆さんもよかったらフレンド登録お願いしますなんて言っちゃうのは、それはね、私の、ね、することじゃないんで、それは。それはちょっと勝手なことしてしまったらまずいだろうと思いますんで、それはね、やめておこうかなというふうに思うんです。はい。はい、というわけで、では、いよいよ行きたいなと思います。楽しみですね。ですね。あれ、そうかそうか。まず自分の、ちょっとこの、めちゃくちゃ邪魔くせえこの、ね、クソったれマグをちょっとどかしてまあこれぐらい小さくすればいいかな。よし、でまた桜革命いきまーす。いやー楽しみ。デスクトップがまたなんかおかしいよ。音入ってない、これもしかして。大丈夫かな。大丈夫かな、大丈夫かな、これ。あ、よかったよかった、入ってるよね。あ、びっくりしたびっくりした、やめてやめて、めっちゃびっくりしたわ、超びっくりした。ちょっとこれぐらいにして、ちょっと、うん、マイクをちょっと押さえてこれぐらいにした方がいいかな、どうかな、音大丈夫ですかね。うん、これぐらいでいいでしょう。ということで、デスクトップをちょっと小さめにして、うん、いきます。大丈夫かな。大丈夫ですか。ね、ゲームの音と私の音を、私の音っていうか私の声、大丈夫かな、ちゃんと聞こえるかな。吉桜革命始めます。では行きますね。今日何人ぐらいかな、やっぱり。ですね、うん、あ、まずだから実際あれか、ですね、実際、サブクエストかなんかで、まあ出撃ということで、そしてその時の友軍と、でその時の友軍選ぶじゃないですか。でそういった形で皆さんもちょっとねご紹介していきたいなというふうに思うんですね。よし、行きます。ではまずですね、オール属性ですね、まずね、一番左端にあるオール属性。そう、こちらの中でね、そう、まず、ここで私のフレンド登録として出てきているのが、まずね、別速さんですね、そして、あと藤林ガブリエルさん、あと神村さん、剣闘士グレイブ G さんですね、もう、ありがたいです、本当に。というわけで、皆さんの、友軍情報をですね、ちょっと公開させていただきたいなというふうに思います。別速さんって確かあれですよね。あ、違うか。あ、いや、いいんだ、別に。ここではあれか。ID とか別に出てこないから、そう。ですね。そう、ここでまず皆さんの友軍情報をまずご紹介といったところですね。まずこちら、別速さんです。素晴らしいですね。アンジュちゃんがやっぱり90。そしてこれ、イロハちゃんか。イロハちゃんが70。あー、そしてこれ、あ、リンちゃんが80か。あ、これは、十字町マナちゃんか。あと、風の子。じゃなくて、水の子か。水の、この子、なんつんだっけ、この子、ちょっと覚えてないんだけど。あと、北海道の子もいますね。やばい、かわいいな。そして、あと、名前なんつったっけ初菜さん違うな。なんか、ごめん、ちょっと名前覚えてない。なんかやべえな、ちょっと。この子は、あれ、ステータ、あと技能で見りゃいいのかな。あ、そう、はつかちゃんか。そう、はつかちゃん。もう、すげえ、はつかちゃんの技能がやばい。レベル5。5555。すごい。そして、あと、ビエナナコちゃん。あ、霧ヶ峰青ちゃんか、そうか。霧ヶ峰青ちゃん、青ちゃんってあれですよね、確か。なんか絵を描くような子でしたっけ、なんか確か。そんな感じの、確か漁師ゴフ。じゃ、なんか漁師ドレスだった気がする。うん。そして、多分ね、これね、別速さん、おそらくなんですけども、このリンちゃん推しじゃないですか、もしかしたら。リンちゃんのこのね、パラメータの育ち方がやばい。7777、すごい。トリガー、すごい。必殺技もレベルがめっちゃ上がってんのがすごいな。あと、イロハちゃんもすごい。イロハちゃんって星5ですよ。星5なのにレベル7とかいっちゃってる。すごいな。
皆さんやっぱすごいわ、育て方が。うん、やっぱアンジェリカちゃんってやっぱすごいね、レベル90って。でしかもアンジェリカちゃんってほら、で俺羊属性だから使い勝手がいいんですよね、すごくね。そんなわけで、じゃあ引き続きいきたいな、あーやべやべ、引き続きいきたいなというふうに思います。次ガブリエルさん、藤林ガブリエルさんですね。あ、間違えました。こちらちょっと自分になっちゃうから、この遊軍情報かなんかで見ればいいのかな。うん、遊軍情報、はい。というわけで、あーこちらすげえ、やっぱ、あーもう私が欲しくてしょうがない、ベニシちゃんがレベル90、すごい。そしてやばい、あのミツちゃん、あの道具ミツちゃんも90、90、90、90、70、90、すげえ、やべえな、強力ですね。でしかもね、技能ですよ、アンジェリカちゃんのパラメータ上がりがやばいね、これ6686、すごい。今んとこ多分だからスタメンの中で、そう、まあ、他はなんかねレベル1とか、そう初期状態なんですけども、このアンジェリカちゃんに多分全振りしてるんでしょうね、きっとパラメーター、うん、それでなんかあの育てようとしてるとか、あの感じております。素晴らしいですね、やっぱ一人をねまずねギュギュンとやっぱ強くしちゃうって、それもありですよね。自分どっちかというとそのタイプです、私。うん、というわけで引き続きいきたいなと思います。次、カムラさんですね。あ、間違っちゃった、また間違っちゃった、ごめんごめん、間違っちゃった。カムラさん、なんかロードがちょっと遅くなった気がするんだよ、前こんな時間かかったっけっていう、まあいいや。カムラさん、おお、あーこれも、あーすっげーな、これもまたやばい、90、90、90、80、70、90 やーべー、頑張ってる、すごい、めっちゃ頑張ってらっしゃいますね、すごい。でしかも5分もやばいんですよこれ、だって全部ねほら、あの掛け合わせて限界突破4回してるんですよ、ちゃんときっちり、すごい、すげえすげえすげえ、ほんとすげえ、これ5分もやばいし、レベルがやばいなこれ。でこの私本当ねよくわかんないんですけど、このね、例えば一番左足のこのアンジェリカちゃんいるじゃないですか、そのアンジェリカちゃんのそのね、ステータスちょっと見ていただきたいんですけど、このねアタック21110、そしてヒットポイントが5993、これってほらなんかあの色が黄色くなってるじゃないですか、それって要するに自分でなんかパラメータ上げたよということを表すんですかね。でもって一回もパラメータ上げてない、要するにあの普通の状態だとこうやってあの横にいるこのイロハちゃんのパラメータ見たく、この色が白い状態なのかちょっと分かんないんですよ、ここのとこまだ私、うん、だからこれ見ると実に3人すごいんですね、パラメータをね操作してるんですよ、操作っていうかあの育ててるんですよちゃんと、うん、だから強い、うん、やばいっすね。だってムツハちゃんって確かほら遠距離系だからヒットポイント確かすげえ低かった覚えがあるんだけど、それでも7700ですからね、やばいっす、すごいっす。あーでこのほらあれですね、なんだっけ、あのほらちょっと名前も出てこないまた例によって名前が出てこない、ヤシロシ、ヤシロシロちゃんでしたっけ、この子もやっぱりねほらそう貴重なやっぱねあの土属性のやっぱ遠距離なんですよね、これがやっぱり大事なんですよ。というわけで、じゃあ引き続きいきたいなと思います。次はですね、剣闘士グレーブ G さんかな。うん。もう本当にね、いつもお世話になってます。あ、間違っちゃった。剣闘士グレーブ G、ま、なんかいつも間違っちゃうな。すいません、ごめんなさい。ついやっぱり、ね、皆さん選んじゃうんですよ、やっぱり。あの戦闘の時のあの癖で。申し訳ないです。では、剣闘士グレーブ G さんの、いきます。すごいっす。うわ、やべえ。これやばい、やっぱり。もうね、剣闘士グレーブ G さんのね、このね、もゆみちゃんはね、かなり使わせてもらってます、やっぱりそう。そう、羊属性だからね、使い勝手がいい、非常に。うん。で、あとね、私のね、舞台はね、やっぱり、あれなんですよ。あの、火属性がちょっと弱いんですね、非常に。うん。まだ、だって一番レベル高いのが星5の、あれ、名前なんつったっけ、ちょっと俺まだ名前出てこないな、全然。あ、そう、あの、マミヤちゃん、あの、マミヤちゃんの、レベル50ぐらいが確か一番最強なんですよ。なんか、弱え。そんな感じなんで。あとですね、
そうです。あ、そう、あ、だからね、あのね、あと一番ね、検討士グレーブ G さんのその育成方針として私がね一番ね、あのお世話になってますのがこのね、すごいんですよね、あのね、ほら五夫の星雲の志をねちゃんとね、あのレベルカンストしてるんですよ、レベルだとか、あと4回限界突破してて、うん、これでほら、マックスまで上げると確かこれヒットポイントが1500上がるじゃないですか。でもってそれでなおかつこの星雲の志が持っている効能があるじゃないですか。なんだっけ、舞台全体のヒットポイントを何パーセント上げるだとかっていう、これをねめちゃくちゃやっぱ重宝させてもらってます。ですげえのがそのねレベルカンストの声優の志を2つ持ってらっしゃる。やばすぎる、これ強いっすよ、相当強い。じゃあ技能いきたいなと思います。うわーやばいなこれやっぱり。まあそうかちゃんはまだね、そう、あの育てきれてないですと言ったようなことから確かね、検討したおっしゃってました、うん、でもその他がやばすぎる、レベル67とか8とか頑張ってる、すげえ頑張ってる、うん、育成に燃えてらっしゃいますね。やっぱこれぐらいやんなきゃダメだ、やっぱ俺もやっぱり、うん、これ見てやっぱりね、あの決意を新たにしました。やっぱ見習っていかないといけない、やっぱりこれぐらいやっぱ頑張ってやんないとダメなんだなってこと。だからねやっぱり剣闘士グレイブ G さんのキャラクターね全般的に強いっす、やっぱり、うん、本当に。私ほらレベルが低かった頃ってまだね司令官レベルとかとはやっぱね剣闘士さんのやっぱね、あの舞台とかね使わせてもらいましたから実際、うん、相当使いました。いやお世話になったっすね、あのおかげでだからストーリーモードとかでクリアできたみたいなもんで本当感謝してます、ありがとうございます、あざす、本当に。では引き続きいきたいなと思います。ね、これまで、ご紹介したのと、ね、重複しない形がいいなと思いますね。ガブリエルさんとか、カムラさん、あ、カムラさんご紹介したか、うん、あと、あ、あとこちらの方、ね、あ、そう、ガブリエルさんとカムラさんと、あと幻闘士グレーブ G さんはもうご紹介したんで、次こちらの方、大石なんちゃらさん、この方誰だろうね、あ、この方が確かあれかな、DM かなんかで送ってきてくださった方かな、うん、そうそう、あのほら、あの YouTube のほら、あのアカウント名ではないので、ちょっと名前がちょっとわかんないんですけども、うん、この方ちょっと教えていただきたいな、あの、もしよろしければ、マグさんが紹介していたこの人は、実は私ですみたいな感じで教えていただけると嬉しいですね、本当に、うん、といった話ですね。なんだっけ、火か、火属性の方で、それで、あ、違う、火属性じゃねえか、あれ、あ、そっか、火属性の人をさっき選んでないよね、あれ違うか、あれ、あ、間違っちゃったんだ俺、あ、あそこ、火属性を選ぼうとして間違っちゃったんだ俺ね。うん。というわけで、ガブレイさん、カムラさんと、検討士さんの方はご紹介させていただいたんで、次、ちゃんもんもんさん、紹介させていただきたいなと思います。次ですね。おー、今ちょうどね、シノとこのベニシちゃんの五夫が外れてるのは、多分これ今ちょっと、検討中なんでしょう。きっと今、選んでる最中っていうか、どうしようかなとか、多分試案中なんですよ、きっと。うん。そんな感じ。うわー、やっぱ、いやちゃんももさんもやっぱり負けず劣らずすごい、やっぱり。で、あと、わかんないのがあれっすね、霧ヶ峰青ちゃんをなんかみんな選んでるのは、なんか理由があるんですかね、なんか。これほら、星4、まあ一応星4なんだけど、ほら、星4キャラクターで水と言ったから、ほら、九重めいちゃんがいるじゃないですか。あ、九重めいちゃん確か持ってないとか言ったかな、確か、ちゃんももさんは。うん。あ、そうか、そういうことだったね。なるほどね。うん。メイちゃんとなんかでムツハちゃん持ってないから今度挑戦してみたいと思いますって話なんで、当たるといいですね。自分も一応ねアンジェリカちょっと当たったんで、やっとこの前嬉しいっす。というわけで、技能をですねちょっと紹介したいなと思います。こちらもやばいな、67、うん、やっぱちゃんももさんはね、このね、高千穂ゆうちゃん推しなんですよ。自分もそうなんですけど、この、ね、高千穂ゆうちゃんのそうパラメータの育ち方がやばいっす。67、うん、強い。やっぱり、パラメータ振ってらっしゃいますね。私と同じく。やっぱり、ね、自分の推しキャラはやっぱ育てたいですよね。やっぱどうしてもね。やっぱりそれが、ね、それが楽しいっていうのもあって。で、またね、ほら、高千穂ゆうちゃんの必殺攻撃、私の空って、
棒高跳びでしたっけな、棒高跳びの要領でなんかもう天空高く舞い上がって、そしてそこから一気に振り下ろしてくるっていうね、もうめっちゃ強力な技なんで好きです。私もゆうちゃん好きですね、本当だ。私こうああいうアスリート系って好きなんですよ。うん、私ね、なんつうのかな、めちゃくちゃ頭がいい女だとか、めちゃくちゃいい運動神経がいい女だとか好きっすね、かなり。うん、めちゃくちゃ美しいというのもまあいいんだけど、まあ、それはそれでもちろんいいんですけどねなんかめちゃくちゃスタイルいいだとか、そういうのもいいんだけど、なんかやっぱパラメータ全振りっていうのが好きですね割と。うん、そうかといって別になんか、うん、普通の子とかもまあ好きですよ、とりあえず、うん、というわけで、では引き続きいきたいなと思います。次は、あ、それが、うん、それで、風属性のこちらの方ですね。大石義隆ということで、まあ、一応初期状態になっちゃってるね、なっちゃってるんで、こちらの方ね、そう、アマグさんが紹介していたこの人は私ですといった形で、ちょっと教えていただけると嬉しいですね。うん、こちらの方、レベル、あ、まだね、レベル、こちらの方はね、まだね、レベルはまだね、あ、違う、パラメータの方はまだね、そう、まあ、ざっと見た感じ、1が多いですけど、あ、でもね、やっぱこの、あ、そう、今よりクスノちゃんを多分中心に育ってらっしゃる。うん、3472、あ、すげえな、やっぱりな。でもって、そう、あ、そうか、今リクスノちゃんにその白衣の天使を持たせて、回復してさらに回復。あ、これいいっすね。あ、そうか、そういう、そうか、回復系はとにかく、回復に特化させるってのもいいっすね。私ね、ついほら、今リクスノちゃんってほら、星4だし、ほら、ヒットポイント低いじゃないですか。だからついやっぱりね、ヒットポイント上げる系の、5分持たせちゃうんですよ、声優の心出しだとか、うん、その件なんですけど、やっぱ回復に特化させるってのもこれこれでありだな、これいいっすね。あ、やっぱ勉強になる、めっちゃ勉強になりますね、やっぱ他の人の編成見ると。うん、すげえ。でしかも見てて楽しい普通に。みんなやっぱもうね、すげえな、みんなやっぱあれですね、レベル90がもうガンガンいるのがもう当たり前になっちゃってんだよな、すごいんだよな、羨ましい。私もね、レベル90まで行ってんのはまだ2人しかいないんで、私まだ、うん、そうかちゃんと、ノアちゃんかな、うん、その2人しかいないんでまだダメですね。では引き続き行ってなと思います。土属性、こちらの方、あ、こちらの大石吉高さんもそうかな、あ、こちらは、こちらの大石吉高さんってこれ先ほどの大石吉高さん、もしかして、ちょっと、あ、ちょっと違う、ちょっと違う気がするな、さっきのと。いや、同じか、あ、これ同じですね。あ、ごめんなさい、ちょっと直視しました。すいません、申し訳ないです。では次、水属性いきたいなと思います。水属性、そう、こちらはね、そう、ガブリエルさんのね、この、あ、間違って、また間違っちゃって、ごめんなさい。そう、水、ほら、曜日クエストやるときには、この必ず私ね、このガブリエルさんのね、水属性のね、こちらの、そう、砂花アリノちゃんをね、もう使わせてもらってます。めっちゃ便利で、しかもほら、タンク役に使えるんですよね、やっぱヒットポイントが高いから、めっちゃ便利なんですよ。こちらをですね、もう大いに使わせていただきます。本当にありがとうございます、いつもお世話になってます。では次、陽属性、陽属性はやっぱね、アンジェリカちゃんが、ね、やっぱ多いな、やっぱり。こちらの、カムラさん、ちゃんもんも、あ、カンメイさんですね、カンメイさんに使わせてもらったことありますよ。いや、使いましたね。ちょっと待って、あ、そう、なぜ私がね、カンメイさんのを使ったかと言いますと、そうなんですよ、そう、ヒットポイントがね、高いんです。だって13,921ですよ、これやばいんで。で、ほら、そう、萌美ちゃんってやっぱりほら、先陣を切るじゃないですか、やっぱり、ね、そういったほら、個性もあるし、で、やっぱほら、で、しかもタンク役だから。で、タンク役という割にはね、それほど、元のキャラクターとして の、 そのヒットポイントはね、それほど高いってわけではないから、やっぱついね、ほら、ヒットポイントがやっぱり削られまくっちゃうんですよね。それをやっぱり防ぐために、やっぱりヒットポイントはやっぱね、高いのやっぱり選んだ方がいい。といったわけで、私は、カンメイさんのこの萌美ちゃんを使わせていただいてます。では、カンメイさんの、舞台情報、いきたいなと思います。ムツハちゃんがレベル5、すっげえな、やっぱりな。あ、萌美、あ、やっぱ、あれか、やっぱ、カンメイさん、やっぱ、萌美ちゃんを中心にして育ててんのかな、やっぱり、うん。レベル7とか6とか3とかすごいよ。つうか、必殺攻撃なんで表示されてないんだろう、これ。バグってんのかな、これ。
殺攻撃って別になんか、始めない状態なのを、あとで覚えて付け足すとかっていうわけではないし、初めから持ってるから、これバグでしょうね、これきっとね。なんでも、ね、カンメイさんの一押しであるこの萌実ちゃんの必殺攻撃が出てこないと、これありえないだろ、これ。ちょっと一回、落とします。ちょっと待ってください。これまずいっしょ。で、ちゃんと育ててるだろうから。ちょっと待って、一回これで、サブクエスト、うん、こっちで選んでみよう。それで、まあ適当に何でもいいんだけどね。で、それで出撃にして選んで、そして妖属性ですよね、確かね。うん、妖属性。で、寛明さんの技能。あ、そう、出てきた、ちゃんと。びっくりした。ねえ、必殺攻撃が表示されないなんてバグがあるんだ。これ報告した方がいいっすね、これね。うん。で、そう。あ、びっくりした、ちゃんと。ねえ、もゆめちゃんとこんな必殺攻撃なんか映ってないからびっくりしちゃった。こんなことってあるんですね。まだまだやっぱちょっとバグがちょっと隠されてそうだな、いろいろと。うん。まあそこのところはまあだんだん改善されていくでしょう。そこのところはまあしょうがないかなと思うんで。では引き続きいきたいなと思います。次、陰属性ですね。陰属性の方。あ、そう。うんとね、私ここで出てきてんのはね、総合ホールってカムラさんだけなんですよ。でもって、そう。なのでカムラさんのこの、ムツハちゃんをね、ガンガン使わせてもらってます。やばいっすね。うわ、強えわ。あ、だからこんな強え。レベル7とか6とかだよ。すごいよ。で、必殺攻撃がレベル8ってやばくないっすか。やばい。ハック&クラックですよね。これ、強えんすよ、これ。うん。で、また必殺攻撃の時のなんかエフェクトがちょっと変わった気がするんだよな。なんか、そう、顔の表情とか。あと、アンジェリカちゃんも強いな。7、6。うん。あ、だからあれか。多分ね、このカムラさんきっとね、陽属性と陰属性の方に多分中心に行こうと思ってらっしゃると思うんですよ。あ、多分なんですけど、陽属性陰属性ってほら、ね、普通のほら、他の方の4属性、地水化風の4属性には被んないじゃないですか。要するに通常攻撃扱いになる。で、受けるダメージも通常ってことで、そっちの2つに全振りして、それで他の 4つの属性に対して優位に立とうとしている。もしくは、まあ、要するにだから、一応、優位っていうか、要するにだから、なんつうのかな、普通に戦おうとしてるといった感じ。そっか、やっぱ、あ、そういうやり方もあんのか。勉強になりますね、めっちゃ勉強。やっぱほら、4属性かなんかだと、ついやっぱり、うん、ほら、ね、4スキムじゃないけど、結局、どれには強いけど、どれには弱いっていうのがあって、うん、やっぱりだから最強を目指せない。そんな時にやっぱ4と陰属性を極めておけば、その4属性に対して普通に戦えると。なるほど、そういった意図があるんだろうな、きっと。うん、そう思います、私は。うん。あと、もしくは、まあ、もっとシンプルに考えれば、このムツハちゃんが好きだとか、あとアンジェリカちゃんが好きだとかっていうね、そういった可能性もあるし、うん。そういったね、自分の好きなキャラクターをね、ガシガシ育てるっていうのは、やっぱりこれ大事ですよ、やっぱり。うん。これなんだっけ、これ一番右のは。じゃあ一番左端のやつって、これ。あ、ノンプレイヤーキャラか、これ。ですよ、これ、NPC でしょ。あ、そう。今出てきてないけど、そう、今出てきてないっつうの、ほら、私ね、あ、ごめんなさい、報告遅れたんですけど、私ね、中国編、四国編全部終わりました。面白かったです。でもっと、あとね、中国編のストーリーやばかったっすね、泣けたっすね、超泣けた。最後のほら、究極の選択あるじゃないですか。どっちを選ぶか。それでいいって話があったじゃないですか。あれ、いや、泣けましたね、激烈泣けました、私、あれ。いやー、やっぱプロが作るシナリオっていうかストーリーってやっぱ熱いな、すげえなと思って、めっちゃ楽しかった、面白かった。で、あと、で、その後の四国編なんすか、あれ。あれやばいっすよ、あれ。なんかもうところどころなんかパロディがあって、あとだってほら、四国編が始まっていきなりなんか、何あれ、四国志かなんかの横山キャラが出てきたりとかして、あれびっくりしましたね。何が起きたのって感じで、びっくりしちゃって。というわけです。うん。まあそういうわけで、です。ID の方ですね。やっぱ公開するのは、やっぱここではやめておいた方がいいかなって気がしてますね、やっぱり。うん。あくまで、だからその、ね、今回の動画としては、その皆さんの、で育てていらっしゃるその自慢のキャラクターたちをご紹介といったところ
の内容に留めておきまして、それで、まあ、要するにほら、要するにほら、なんつうの、そういった皆さんはもうほら、すでにツイッター上で、ね、ご自身で、要するにほら、自分の ID はこちらですので、そのフレンド登録よろしければお願いしますといった形で、ね、自分でやってらっしゃるので、結局、うん。なんで、そこでだから改めても、だから私がやる必要もないだろうっていう感じだな。逆に、ね、そこで私が、だから他の人の ID かなんかをなんか扱っちゃうのは、逆にちょっとやばいような気もしますんで、うん、ちょっと、うん、規約的にもなんかちょっと、後で何か言われたら嫌なんでね、やっぱり結局、うん、そこのところはやっぱやめとこうかなと思いますね、やっぱり、うん、やっぱり雪野さくらさんからの、やっぱアドバイスもありますから、そこのところちゃんとうん、対応しようかなというふうに思ってます。というわけで、本日はですね、もう皆さんのキャラクターを紹介させていただきました。というわけで、ですね、まあ結局ら、ですね、私がですね、フレンド登録しているのはで、まあ、先ほど言いましたけど、10人とか15人ぐらいいらっしゃるんですよ。うん。なんだけど、今回紹介したのって、結局6、7人ぐらいですよね。いや、そんないなかった？ 5、6人ぐらいでしたっけ？うん。で、あれってほら、結局ほら、レベルかなんかで相当してあるから、だから出てきてないのかもしれないな。ってわけで、要するにこ、えーっとですね、次回の動画では、相当ちょっと、あのかいあの相当のちょっと項目をちょっと変えてみたりとかして、そして漏れなく皆さんのですね、ご紹介していきたいなというふうに思います。うん。でもってですね、今後もですね、この手の、皆さんのその友軍情報って、皆さんが、ね、育てていらっしゃるそのキャラクターかなんかのご紹介動画かなんかはまたそうやっていきたいなというふうに思いますので、マグさん、ちょっとフレンド登録お願いいたしますといったような方はですね、私の方に DM かなんかでも何でも構いませんので、送っていただきたいなというふうに思うんですよ。うん。それで、もう、ガンガン、FP、稼いでいきましょう。私、今ね、なんだかんだ、毎日どれぐらいだろう。自分でそのほら、育成してる分かなんかのこ、除けば、だいたい1万か2万ぐらいですかね。だいたい、うん。一応、だからほら、ね、5000円ガチャかなんかをね、だって2回から4回ぐらい一応回すことができてるんですよ。でもってそれプラス、ほら、毎日日々、毎日無料で回せるじゃないですか。うん。そういったのがあったりとかして、まあ、育成にやっぱ役立ってますね。うん。ただね、やっぱり、そう、もうほら、で、さっきほら、要するにご紹介したような皆さんだと、多分フレンドポイント毎日マックスの5万までいっちゃってんじゃないですか。多分、羨ましい 私もだからね、早くそこでやっぱ、そう、使っていただけるようにね、ガンガン育てていかないと。やばいんで なんか、頑張っていきたいなと思います。というわけで、本日はですね、皆さんの、舞台情報、そして皆さんが育てていらっしゃる自慢のキャラクターをですね、紹介させていただくといったような、そういった内容の動画になりました。というわけで、ですね、まあ、先ほどもまたこちらも言いましたけども、この手の動画はですね、これが最後ではないです。もう、ガンガンこれからもやっていきたいなというふうに思いますので、また、そうですね、ご覧いただきたいなというふうに思います。本日はですね、最後までご覧いただきまして、本当にどうもありがとうございました。また次回、ぜひよろしくお願いいたします。マークでした。さよなら。バイバーイ。また見てね。